道路交通情報は篠崎さんでした。そうですか、篠崎さんも夏太りしてしまったということでね。まあ夏はね、やっぱりこう冷たくて甘いものとかね、こうバーベキューがあったりとかね、美味しいものいっぱいありますよね。でしかもこう暑いからね、意外とこう食べてんだけどあんまり動かないってことで夏太りしてしまうっていう方も多いんじゃないかなとは思うんですよね。こう私もね、こういろいろ訳ありまして、この1年でですね、なんと11キロ太ってしまったんですね。はい。なので現在ですね、あのトレーニングと、まあ、食事の方をちょっと管理してですね、1ヶ月で、今ちょうど1ヶ月ぐらい経つんですけど、1ヶ月でですね4キロ減量にね成功しましたので、篠崎さんにはですね、後でダイエット方法をねご伝授しておきたいと思います。これからね、秋ですよ、秋にもね、またこう栗とかね、お魚、お肉ね、いろんな美味しいものが待ってますよ。なのでぜひ秋の美味しいものをねがっつり食べるためにもね、ちょっとダイエットしていきましょうね。レディオイルミネートがお届けするフィールエクスプレス。さて、ここからは流行に流されず今心に響いている人や物をご紹介するフィールグッドのコーナーです。案内人は、おい、もう俺の嫁になれよ、 MC トリです。はい、今回ご紹介するのはまさしくそんな僕のお嫁さんにしたい候補トップ5には入るこの方、鈴木文奈。そうです、前回のですね、UFC 女子の回で今回ね、ちょっとご紹介したいグラビアアイドルの方がいるというふうにお伝えしていたんですが、その方は鈴木文奈さんでございます。まあ、こちらのね、じゃあなんでこの鈴木文奈さんをご紹介したいのかというところを踏まえまして、まずご本人のプロフィールね、いろいろご紹介していきたいと思います。鈴木文奈さんはですね、グラビアアイドルなんですけれども、1990年7月5日生まれの AB 型、身長167センチ、バスト96、ウエスト62、ヒップ93ということで、もうまさしくボンキューボンってやつですよね。はい。特技がですね、これ意外とこの事務所のねサイトのプロフィールページ見てびっくりしたんですけども、特技がまずあのサックスね、キャリアがですねなんと10年以上ありまして、しかもですね日本大学の芸術学部音楽学科サックス専攻科をですね卒業されていると。もうまさしくこうサックスのプロなんじゃないかってことですよね。いやーすごいですね。しかもあのピアノもですねキャリア15年以上あるみたいで、音楽的な活動もね十分できるんじゃないかという、いやー素晴らしい才能を持ってたんだなと思っておりますが、まあ、その他にもですねガンアクションだったりとかベリーダンス、タヒチアンダンス、あとなぜかハイキック、ハンドスプリングというですね特技も持ってらっしゃると。そしてですねあのスマイルも特技だって書いてあるんですけど、その横にですねカッコしてですね元マクドナルドクルーということで、マクドナルドで働いていらっしゃったということで、いやもうそれはね、鈴木さんがねマクドナルドで働いてたらもうそのレジに並びますよね。多分こう右側のレジが空いてたとしても、もう当然のごとく皆さんあれなんじゃないですか、もう鈴木さんのねレジにこう並んじゃうっていう、そういう現象がねもしかしたら起こってたかもしれないっていう、いやー羨ましいですね。僕もそこでそんなマクドナルドに通いたかったですね。はい。まあそういった特技を持ってらっしゃるんですけれども、まあじゃあグラビアアイドルですからね、当然その先ほどご紹介した通り、もうスタイルはもう抜群なわけですよ。バスト、ウエスト、ヒップね、ボン、キュッ、ボン、いやもう見た目もね素晴らしいボリューム感を持ってらっしゃるんですよね。もうグラビアアイドルの体っていうのは正直ね、一つの才能ですからね、やっぱりなかなかね望んでなれる体ではない。でしかもおそらくまあ、その体を維持するためだったり、さらにブラッシュアップしていくために、まあ、いろんなトレーニングしたりとか、まあ、体のことをね気遣っていろんな活動をしたりとか、もしかしたらされてるのかなと、食事にもやっぱ気をつけたりねしてるのかなと思ったりもするんですけれども、まあそれだけでもねグラビアアイドルっていうのはまあ尊敬に値するかなとは思っているんですけれども、まあやっぱり前回もご紹介したんですけれども、最近のねグラビアアイドルっていうとやっぱりその細めの方多いんじゃないかなって思ってるんですよね。細身で胸がある、だからまあインパクトがあってグラビアアイドルできますみたいなところがねやっぱり多かったりするのかなと。
思ってるんですけれども、この鈴木文奈さんはどちらかというとあのぽっちゃり系、ぽっちゃり系っていうかですね、なんかすごくいいバランスのボリュームしてるんですよね。上半身のボリュームと下半身のボリュームっていうのが素晴らしくいいボリュームっていうかぽっちゃり感を持っていて、まあ、最近のその細身系とはちょっと一線を画すようなグラビアアイドルなんじゃないかなと思ってるんですね。で、まあ、先ほどもお伝えした通りそのボリュームがあるということで、じゃあそのボリュームがあるから今回ご紹介したいのかっていうとちょっと違うんですね。UFC 女子の時にもお話ししたんですけれども、やっぱり細身じゃなくて今後のね流れとしては鍛えてる体の女性っていうのが来るんじゃないかと、まあ、健康的に見えるしっていうところもありますけどね、そういった女性が来るんじゃないかってなった時に、そのこのね鈴木文奈さんがその UFC 女子方向ですね、格闘女子、格闘技系の女子のトレーニングとかを してそのボディのラインをそっちの方向に引き締めた時に、これね健康美の象徴になれるんじゃないかって僕思ってるんですよ。まあ、これはなぜかっていうと、まあ、その先ほどお伝えしたその上半身と下半身のボリュームが今結構あるので、そこで引き締めボディにシュッと変貌した時にすごくねいいボディラインを多分形成するんじゃないかなと思ってるんですよ。で、これがですね、これ太ってる人にも言いたいんですけど、僕もその僕最大で98キロまで太ってた時があるんですけど、まあ、そこから62キロまで痩せたことあるんですけど、太ってる人が痩せていくのって結構簡単というか割と楽で結果が出やすいんですよね。痩せてる人がこう男性とか特にいるんですけど、どんだけ食べても太らないみたいな人がやっぱいて、でその人が何を食べても太らないので、こう筋トレしてもね結構がっちりした体にならないみたいなのっていうのが結構ねあったりするんですけど、まあ、それと一緒でその逆でですね、一緒というかその逆で太ってる人はどっちかというとしっかりトレーニングして食事すると、食事を管理すると結構ね痩せるんですよ、簡単に。でしかもその結果が出るので変貌しやすいっていうのがあるんですね。なので痩せてるグラビアアイドルが格闘女子のトレーニングをしに、格闘女子系のスタイルを手に入れようとトレーニングすると、まあ勝手な想像ですよ、おそらくなんですけど、筋肉がしっかりついたで痩せてて、しっかり筋肉をつけると多分筋肉のラインがボコボコって出てくるんじゃないかなっていう思うんですよ。なのでそこが出てきても当然いいんですよ、筋肉がねしっかり出てきてっていうのもすごくいいんだけど、そこまでいくとちょっとなんか鍛えすぎ感が出てきて、健康美の象徴としてみんなに受け入れられるかっていうと、わあそんなにトレーニングしなきゃダメなんだっていうような印象を与えちゃうかなと思うんですよ。で太ってる方の、まあ、ボリュームがある人がそういうシュッっていう引き締まったボディになりましたみたいな、体重はそんな 2,3 キロぐらいしか変わんないんだけど筋肉により引き締まったボディになりましたってなった方が、そんなに筋肉もボコボコって出てこないだろうし、健康美の象徴としてはすごく受け入れやすいんじゃないかと多くの人がですね思ってるんですね。でその健康美の象徴になれるのは今見る限り、私が知る限り鈴木文奈さんなんじゃないかとね思うんですよ、ボリューム感があるからね。なのでぜひ鈴木文奈さんには格闘女子系のラインボディラインを手に入れてほしいなと思ってるんですね。でもう一つですね、そのボディライン、今ボリュームがあるからっていうのも一つそうなんですけど、あともう一つはですね顔立ちなんですよね。まあ当然グラビアアイドルとかされてる方なので、まあグラビアの方他にもいっぱいいらっしゃって、全体的にねやっぱりまあ見た目もよろしいというところだと思うんですよね、アイドルっていう、グラビアアイドルっていうぐらいですから。でその中でこの鈴木文奈さんの顔立ちなんですけれども、可愛い系でもあるし、こうクールな表情も似合うなって思ってるんですね。筋肉引き締まったボディと、まあ、要するにトレーニングした体についてなんですけれども、こういろいろ調べたらですね、筋肉アイドルっていうジャンルとかやっぱあったりするみたいなんですよね。で、まあ、そこで見た写真の印象、まあ当然ね僕の個人的な感想になってしまいますけれども、可愛いプラス筋肉っていうのはなんかギャップ
すぎてあんま受け入れられないなって僕の中では思ってるんですよね。なのでどちらかというとそれはこうフェチとかマニアとかの方に振っちゃうような感じになるかなと思うんですね。で、ただ筋肉と引き締まった体プラスクールですね、そのクールビューティーとか言ったりしますよね。そのクールな方向だったらこれはねすごくマッチングすると思うんですよね。まさしく UFC 女子とか そんな感じなんですよね。やっぱ戦う女性ですから、もうね、可愛いっていうよりかはもう引き締まった表情でやっぱ戦うっていう顔を見せますから、それと筋肉っていうのはすごくマッチングするなと思っていて、この鈴木文奈さんの場合はそういった可愛い表情もあるけどそのクールな表情も似合うというところでございますので、あの筋肉とかねしっかりつけたボディに変貌したとしてもあのすごくマッチングするんじゃないかと、まあ、個人的には非常に思っております。なのでぜひ、まあ、何度も言ってますけれども鈴木文奈さんにはこう格闘女子の方向に行ってもらってですね、こうシュッと引き締まった筋肉ボディをちょっと手に入れて、こう健康美の象徴みたいなところでもう一段階というかもう一つ別の側面の活動とかねしていくとまたいいんじゃないかなと思ったりもしますね。はい、なのでぜひ、まあ、本人に届くかどうか分かりませんけれども、鈴木文奈さんよかったらちょっと UFC ね UFC とかを見てですね、ちょっと格闘女子のボディバランスとかボディラインとかをちょっと見て参考にしていただくといいんじゃないかなと思いますので、ぜひその辺チェックしていただくといいかなと思います。まあ、ちなみに鈴木文奈さんですね、どうやら最近、まあ、グラビア界ではおそらく伝説なんじゃないかと言われるですね、武田久美子さん以来の貝殻水着でグラビア撮影していらっしゃいました。ツイッターとかでね写真を上げてらっしゃったので、私チェックしてる見てたんですけど、いやーもう本当にね、いや素晴らしいですね。やっぱりもう細いよりもねボリュームがあった方がやっぱこうなんか活動力っていうか、なんか生きてる感とかねやっぱこう出てくるなーって思ってるんで、個人的な意見で本当ね、いいんですよ、もちろんスレンダー好きな僕も別にスレンダーも好きですからね。何でもかんでも全部こう健康的な筋肉美じゃないとダメとか言ってるわけじゃないんで、僕も全然スレンダーボディとかもね好きですし、まあ、男性もね、まあ、マッチョすぎるとやっぱねこうなんかそのマッチョすぎはちょっとなって思ったりもすることもありますからね。そういうのはやっぱ個人個人ねいろんな好き嫌い趣味嗜好あると思いますんで、まあ、お好きな方向で行っていただければと思うんですが、まあ、今後ですね僕は前回もお伝えした通り UFC 女子のような格闘女子、まあ、鍛えられた健康的なボディというのがですね流行るんじゃないかなと思ってますので、まあ、今僕の中ではそれがピキンと今ね反応してますんで、ぜひ鈴木文奈さんにはそっちの方向で頑張っていただけたらなと、まあ、この思いご本人に届けばなと思います。そして俺の嫁になれということなんじゃないかなと思っております。はい、ということで今回ご紹介したのは鈴木文奈さんでございました。はい、続いてはお天気情報、原田さんなんですけれども、原田さんの方はね夏太り大丈夫でしょうか。お天気情報お願いします。